それ三重県から初の J リーグ加盟を目指す社会人サッカーチームリアティン三重を番組で応援する GoJ リアティンのコーナーです。今日は在籍3年目のフォワード平野翔太選手と今シーズン加入した明和町出身の大卒ルーキー澤智也選手にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そしてリアティン三重 U15 監督兼アカデミーダイレクターの樋口志郎さんとともにお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて、今日もニュースでお伝えしておりますけれども、この新型コロナウイルスの感染拡大の影響ですが、JFL も今月に予定されていた第4節と第5節が延期になりました。平野さん、この期間どのように過ごしていますか？そうですね、家での生活が増えたので、こう家で体幹トレーニングだったりとか、自分体硬いのでストレッチの時間が増えて、すごい充実しています。野田さん、こうプラスに捉えるのもいいですね。そうですね、 今こそですよね。澤さんはどうされてるんですか？自分もそうですね、家で過ごす時間が増えたんで、はい、リラックスさせてもらってます。澤さんは今日スタジオ初登場ということになるわけですけれども、これサッカーする以外で何かやってたりすることあるんですか？週に5日間、仕事しながらサッカーやってます。仕事ってどんな？ガソリンスタンドで練習後。練習後。リクさん大変ですね。いや、この両立本当に大変だと思いますね。本当に。で、澤選手は実は三重県に来たのが久しぶりということになるんですもんね。はい、そうですね。大学4年間愛知で過ごしてたんで、三重県でサッカーするのは久しぶりです。どうですか？故郷戻ってきて。はい、いや、やっぱ落ち着きますね。お、はい、そうですか。やっぱ地元いいなと思いますか？はい、うん。さあ、そんな澤選手スタジオ初出演ということで、ここでプロフィールをご紹介いたします。ご覧のプロフィールということになるわけですけれども、三重県多気郡明和町の出身、高校は三重高校ということで、野田恵美さんと出身校が同じということになります。だから先輩、野田さんが先輩？そうですね、なんか申し訳ないですけど偉そうな感じですみません。どんどん今日偉そうにしてください。いやいやいや、ね、体育会系ですから。澤さん、趣味が映画鑑賞ということですけれども、はい、そうです。おすすめの映画とかありますか？おすすめの映画は、最近見たのはちょっと前の映画なんですけど、はい、グランドイリュージョンっていうこのマジシャンの映画なんですけど、あれミュージカルのやつ？いや、マジシャンです。マジ、ごめんなさい。ごめんなさい、完全な知ったかで、あれですよね、ヒュージャックマンか。これグレイテストマン。全然どんどん外れてます。あ、そうですか。ちょっと私家帰って見てみます。はい、好きな選手、イニエスタということですね。はい、見事なプレイヤーということで、まさにそんなプレイヤーも澤選手も心がけているということだと思うんですけれども、はい、学生時代の写真をお借りしました。ご覧ください。三重高校時代のということで、高校時代選手権思い出いかがですか？選手権の思い出はそうですね、四中高に準決勝で負けちゃったんですけど、お、はい、それをまた樋口さんがそうですね、当時の四中高高校3年生キャプテンを務めていたのが、サンフレッチェ広島でプレーしている森島司選手ということになるわけですけれども、澤さん、森島選手のことも覚えてますか？はい、覚えてます、うん、一緒に中学校の頃トレセンとかでも練習させてもらってて、はい、まあ、当時から一目置かれてた選手でした。逆に当時四日市中央工業で監督を務めていらっしゃった樋口さんは澤さんのことを覚えてるんですか？まあ、個人的にはちょっと覚えてない部分もあるんですが、三重高校はもう当時からやっぱテクニックのある選手が非常に多いなと。ですので対戦相手を分析するときに、はい、やっぱハイプレッシャーで、とにかくもうボールを借りに行くぞみたいな、まあ、そんなふうな対策を練ってたことは思い出しますけどね。自由にさせてしまうと非常に厄介な選手が揃っているチームだったと。そうですね。澤さんは当時ポジションはどこだったんですか？自分はフォワードでしたね。あ、
フォワードだったんですね、はい、ですからその攻撃の目をつむというところでも4中高としては非常に相手は厄介だったでしょうね、はい、あさあそんな澤選手ですけれども高校卒業後東海学園大学に進学して大学4年生の時に東海リーグで優勝愛知選手権大会で優勝そして3、4年生の時にインカレに出場して1年生と4年生の時に総理大臣杯に出場したということで大学サッカーでも非常にご活躍されていたということになるわけですがビアティンに入って大学とこの社会人サッカーと何かこう違いを感じたりすることってありますか、うん、そうですねサッカーのスタイルはもちろん違うんですけど、一人一人のフィジカルとかスピードとか、うん、そういうのはやっぱ違うかなと思います。あそうですか平信さんも専修大学の出身でやっぱり違い感じたりするんですか。そうですね1年目はすごい一つ一つのプレーの質だったりとか、うん、フィジカル面の強さがこうちょっと全然違うなと思ったんですけど、でもどんどんなんか時が経つにつれて慣れていって、うん、こう自分の持ち味もどんどん出せるようになったので、はい、そうすると佐賀さんはこれからどん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 適応していってさらにパワーアップしていくであろうと、はい、平野さんも期待はしてるんですね、はいうん、ヒルさん改めて澤選手 の, その特徴であったり期待したいところってどんなところなんですか。そうですねやっぱ見る止める蹴る の, そのベースの部分が非常に高い選手だと思いますので、はい、やっぱり中盤でこう落ち着きをもたらせたりとか、うん、それからボールを動かすリズムを作ったりとか、うん、攻撃面で の, その良さを発揮してもらえればまたちょっとビアティンの中で違うアクセントができるのかなというふうに思いますけど、ね、あそうですか、はい、そして平中選手について改めていかがですか。そうですね彼は去年と印象残っているところがありまして、はいはい、天皇杯でこう頑張ったプレーなんですけれども、やっぱドリブル、はい、からのクロスですね、うん、彼がそこが一番大きな特徴だと思いますけどね。今樋口さんからもお話ありましたけれども平信さんは大事な試合でまさに活躍してくれるというような昨シーズンのその経歴があります。ここでちょっとご覧いただきながら説明していきたいと思うんですけれどもまず三重県サッカー選手権大会の決勝戦です、天皇杯代表決定戦ということになるわけですけれども樋口さん改めてこの試合について。そうですねこの試合は代表決定戦で鈴鹿とやったんですけれども、はい、1-2 のビハインドだったんですね、はい、でも途中で平野部選手が入って右サイドからここで突破するそして正確なクロス、はい、これで流れをつかみながらこれも本当にラストワンプレーのような状態だったと思うんですが、このプレーは非常に大きかったし去年のビアティン の,、はい、躍進のを、決定づけたゲームだったかなというふうに思いますけどね。平野さん、はい、もう樋口さんのベタ褒めでしたけれども今ご自身で振り返っていかがですか。そうですねやっぱ試合にかける思いすごい強くて、はい、で自分が途中から出て絶対こうひっくり返してやるっていう強い気持ちを持って出て、はい、で自分の特徴のドリブルからのクロス、うん、でこうレイジがヘディングで決めてくれて、はい、もうすごい湧き出しました。相当興奮したんじゃないですか、はいはいこの試合ビアティンは PK 戦を制して天皇杯出場を決めました。さらにその天皇杯についてなんですけれども、3回戦ビファーレン長崎と試合こちらも非常に忘れられない一戦なんですね、J2 の長崎を相手に、惜しくも PK 戦の末敗れはしたもののビアティンは大健闘しました。で平信選手この天皇杯でフリーキックこのフリーキックですね直接決めてるわけですよね。はい決めました。でもなんかジンが言うには俺触ったからって言うんですけど、公式的に自分の得点なのでもう自分のもののように捉えてます。その裏話は忘れて、はい、この PK なんです。フリーキックでしっかりと沈めた後実はビアティン最後の PK 戦そのキッカーを務めたのが平野さんになったということになるわけですけれども涙もありました、はい、このあたりの悔しさ今生きている部分ってあるんじゃないですか。そうですね環境の中で雰囲気でこう外したっていう、事実なんですけど、はいもうこれ以降の雰囲気でこう多分やることないので、はい、
多分もう絶対 PK はもう外しません。お、はい、あの経験があったからこそ、うん、いつも通りにもうキッカーを務められるという自信になっている。はい、はい、もう緊張しないと思います。うわ、今のコメントは野良さん、もうビアティンサポーターにとっては本当に力強い、そうですね、頼りになるコメントですよね。ワクワクしちゃいますね。本当ですね、うん、さあそんな大きな舞台でそれこそJクラブを倒す機会にこれから会うかもしれない佐藤さん、今どんな気持ちですか？そうですね、去年のそのビアティンの躍進とかも自分分かってますし、はい、自分もその舞台に立って去年の成績を超えれたらなと思います。お、やっぱりあの佐藤さんの中でも J クラブに勝ってやるぞみたいな、俺もあそこでゴール決めてやるぞみたいな、チャンス作ってやるぞみたいな、ありますね、それは、はい、うん、もちろん誰しもあると思いますけど、はい、そういう気持ちも大切になってくるんじゃないかなと思います。リブさん、あのやっぱり新メンバーがこうやって加入されて、こうやって非常にあのモチベーション高い形でシーズンに臨んでもらえると、やっぱりチーム見てる側も期待かかりますもんね。そうですね、去年よりも確実に上積みされてると思いますのでね、うん、で若い力も多くなりましたのでね、はい、あの本当に期待できると思います。ですね、もう早くシーズン始まってくれないかなという気持ちがどん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 膨らんでくるんですけれども、一旦 CM を挟んでこの後もゴージェビアティンです。新しいミニコーナーが始まります。僕たちの未来に踏み出していくんだ。引き続きゴージェビアティンのコーナーです。平野翔太選手と今シーズン加入した明和町出身の澤智也選手とお送りしていきます。中垣さん、はい、何やら今日から新しいミニコーナーがあるということじゃないですか？そうなんです、新年度今日から始まるミニコーナー、その名もビアスマです。ビアティンロスの皆さん必見です。ご覧ください。ぴょん、こんばんは、背番号7周遊人です。今月から始まる新コーナービアスマ、これは僕たち選手が、オフの姿を、撮影しよう、そしてテレビの皆様にお届けしようというコーナーです。選手の知られざる素顔を暴いていきたいと思います。レディーゴー。一言いいですか？今年の抱負。やっぱ全試合に出場して、はい、しっかりチームの勝利に貢献できるように頑張ります。今年の抱負は、はい、もちろん J 昇格、お、優勝、優勝。個人の目標は、はい、10点に絡む5ゴール5アシスト、5ゴール5アシスト、いやーいいっすね。徳島から来ました、カコトロです、はいはい、じゃあ今年の目標とかですか？今日は J3 に行くことです、はい、好きな女性芸能人、好きな女性芸能人、最近来てるなって芸能人、来てる？浜辺美波が好きです。平野部選手と、西村選手が今から女性の好きなタイプを言ってってください。トレーニングしながら、優しい人、優しい人、小さめな人、小さめ、料理おいしい人、お、髪の毛巻いてる人、小さめ、一生懸命な人、髪巻いてる、ショートカット、ストップ、え、ショートカット、なんてショートカットで小さめで、小さめで髪巻いてる人、売れやないかい。ビアティンロスな方々にメッセージと、大気ロス、大気ロスな方にメッセージをお願いします。大気ロス、誰か、大気ロスだ、います、いるかな？いや、多分いないと思います。4位、4位、去年4位だから今年じゃあ、あの、推しメンランキング、推しメンランキング、はい、今年何位狙ってるか、はいはいはい、まあ、一昨年は、はい、公表されてないんですけど、ほう、最下位、なに、ちなみに何票ですか？1票いや、でも、まあ、去年は、74票、はい、4位、すげえ、すごい上がってる。一昨年何票？え、一昨年は何票でしたか？一昨年1票。じゃあこんな感じで、ぺこぱ、今年も頑張っていきまーす。背番号11番、はい、下村司です。よろしくお願いします。お願いします。1年目、1年目なんでやっぱり、大卒。続けに、はい。一発でやらせてもらってます。すごいな、今年の1年目。お願いします、やらせてください。もういいよ。どんぐりころころどんぐりこ、お池にはまっても
ポーカーフェイス。声小さい、声小さい。ポーカーフェイス。ポーカーフェイス。もう一個。もう一個。もう一個。続きまして。位置について、よーい、ドン小西。まだいける。位置について、よーい、ドングリコ。奥村選手です。こんにちは。はい。じゃあ、おう。おう。どうする？じゃあ一発ゲーします。おお。えいえいおう。えいえいおう。えいとほ。一発ギャグやります。本田圭佑風の一発ギャグやります。てん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 、一回転。てん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 、無回転。笑ってますけど、あの平野さんもその一人でしょ。はい。俺やないか。はい。ビラティンってこういう空気感？そうですね。オフの面は。オフの面は？はい。樋口さんもうちょっと苦笑いですもんね。いやー、V 見られて心配されたサポーターの方見えると思うんですが、練習は真剣にやってます。練習は真剣にやってるんですよ、ね。はい。集中力高いです。大丈夫です。そう。はい。澤さんもね、これからね。より一層ビアテンでやってからあかんのに、ちょっと不安になってません？大丈夫ですか？はまあ、はい、大丈夫ですね。先輩方、優しいんで。はい。なんとかなるかなと思うんですけど。平野さん、ちなみに、はい、一番面白い人誰なんですか？チームの中で。一番面白い人。うん。塩屋仁ですかね。撮影してた塩屋さん、はい、が、こう、なんか、引き出してくれてるっていう。野村さん、どの一発芸が好きでした？そうですね、最後はやっぱり勢いありましたよね、ちょっと向かいて本当に、ただ、もう本当ビアティンロスの皆さんはおそらく試合も見られなくて、うん、まあ、練習もなかなか見られないという人も多いと思うんですよ、うん、その中でね、チームの皆さんがどんな状況なのかなって気になってたと思うんですけれども、安心してください、こんな俺やないかいみたいなチームの今空気なんでね、平野さん、はい、俺やないかーい。リアスマは毎回選手にカメラマンになってもらい、スマートフォンで動画を撮影してもらいます。次回はですね、酒井翔吾選手が動画を撮影してくれるということです。では今後の試合日程をご覧いただきます。新型コロナウイルスの感染拡大の影響でリーグ開幕が延期となり、現時点でのリーグ開幕戦は4月26日日曜日、ビアティンはホームの朝日ガスエナジー東インスタジアムでソニー仙台と対戦します。午後1時キックオフ予定です。ただ新型コロナウイルスの影響で日程は変更される可能性があります。では、最後にですね、平野選手、まあ、さっきとは全く違う一面ちょっと見せてください、はい、テレビをご覧の皆さんに、はい、シーズンに向けての意気込みを。そうですね、スタジアムも新しくなったので、ホームでより多くのお客様と一緒にこう勝利してホーム全勝でやっていきたいと思います。平野の選手は個人的にはこうどんなプレーしてどんな結果を残していきたいんですか？そうですね、自分の特徴であるドリブルからクロスで得点も決めて、はい、もう10、リュウジ君も言ってたんですけど、10ゴールに絡むっていうのを目標にやっていきたいです。10ゴールには必ず絡んでくれるということですね、はい、期待しています。さあ、そしてうずうずしている澤選手お願いします。そうですね、自分としても加入1年目で大事なシーズンにはなると思うんですけど、はい、サポーターの皆さんと一緒に三重県の歴史を変えられたらなと思います。力強いですね。佐野選手自身は個人的にこんなプレーしたい、結果残したいとなりますか？そうですね、自分自身ではその大学4年間で、はい、こだわり抜いて練習し続けた、うん、止める蹴る運ぶっていう部分をミスなくできたらなと思います。多くのチャンスメイクを、ね、してくれることを期待しております。今日は平野翔太選手と今シーズン加入した明和町出身の大卒ルーキー澤智也選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人には番組の最後までお付き合いいただきます。皆さんからの熱いメッセージどしどしお寄せください。コマーシャルの後はこうちゃんと遊ぼうです。僕たちの未来に踏み出していくんだ。
それでは皆さんからいただいたメッセージを紹介します。ペンネームドラム缶王さんからいただきました。あ、その前に今月のエンディング曲野田由美さんの桜ひらりの元を紹介していきたいと思います。やっぱりね、ちょっとお花見がなかなかできない中で、そういう曲を聴きながらね、心の中で桜を思い浮かべて聴いてほしいなと思います。いいじゃないですか。はい、ということで改めてメッセージ紹介します。ペンネームドラム缶王さんからいただきました。明日緊急事態宣言が出されるようです。こんな時は紙粘土とか彫刻やって指先を鍛えよう。寒暖差激しい季節の変わり目、風邪ひいても容易に医者に行けませんから、というメッセージをいただきました。まあ家の中でできることどん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 探してね、それこそ平野さんみたいにちょっとこうプラス思考になって趣味を増やす機会として捉えてね、いろんなことに皆さんにもチャレンジしていただきたいですね。ペンネーム村さんからいただきました。平野選手、澤選手、サッカーのない週末がこんなにも辛いものなのかと実感しています。選手の方が我々よりも辛いと思いますが、出口のないトンネルはありません。開幕したらこの気持ちを爆発させて応援しますと。おそらく村さんサポーターの方だと思うんですけれども、まず平野さん、このメッセージ受けていかがですか。もうぜひ待っててくださいって感じです。一緒に爆発しましょう。なるほど、はい、澤さんいかがでしょうか。そうですね、自分も今できることをしっかり準備して開幕したらしっかり自分の力出せるように頑張りたいと思います。そうですね。そしてペンネーム新一郎9歳くんからいただきました。いやすば、たくさんの選手の笑顔が見れて最高に面白かったです。リアティンのない毎日から一気に気持ちが高まりました。行くぞ J びっくりマーツク3つっていう感じです。ということで、サポーターの皆さんもやっぱりこう試合がなかったりする中で元気のないところだったと思うんですけれども、樋口さん、まあ、不安を与えた一方で元気な姿を見せられたというところは先ほどの宮島は大きかったじゃないですか。いや、こういう企画していただいて、本当にあの選手のね、この近況を知っていただけるっていうのは、はい、本当にありがたいなというふうに思いましたね。これですから、いつか樋口さんもあのビアスマに登場していただくこともおそらく出てくるんですよね。いや、多分僕のは誰も見たくないんじゃないですか。そんなことない、その普段のねチームでのこう一面みたいなものもね、いつか樋口さんのもちょっと、見させていただけたらと思いますけれども、さて、続いてペンネームドンちゃんからもいただいています。平野部選手に質問です。試合が始まったら俺のここを見てくれっていうアピールポイントありますかと。そうですね、やっぱドリブルとピンポイントクロスからつながる得点、はい、そこを見てこう一緒に喜びましょう。おあの、この新シーズンに向けてもまさにその精度とどんどん高めている感じなんですか。はい、準備期間が長いので、はい、こうもう常にもういつできてもいいように、うん、もうどんどん精度を高めてます。素晴らしい、はい、続いて澤選手、はい、あ、でも澤選手もなんかアピールポイントちょっと聞いておきましょうか。そうですね、自分もアシスト、アシストゴールに絡めたらいいな、素晴らしい、はい、思います。あの澤選手にはもう一つ質問があります。ペンネームドンちゃんは映画を見ながらアイスクリームを食べるのが大好きだそうなんですけれども、澤選手は映画を見るとき何を食べるのが好きですかといただいています。そう、僕はもうポップコーンですね。ポップコーンです。いっぱい味あるじゃないですか、はいはい、最近、はいはい、キャラメルです。あ、キャラメル系なんだ。え、野田さんどうです。私はバター醤油。僕も一緒だ。バター醤油美味しいですね。美味しいですよね。え、キャラメルってちょっともう飽きません途中から。いや、飽きないですね、もうずっとキャラメルで。あ、そうですか、はい、ずっとキャラメルです。あれ、樋口さんってお菓子とかってお好きだったりしますか。あの、あられやすいですね。いや、そうだ、そうだ、いや別にあられって笑うところじゃないかもしれない。いや、分かりました。なるほどなるほど、はい、映画には樋口さんのこうあられを食べながらご覧いただくということになるか。平野さんは。自分は何ですかね、チョコレートですかね。そうなのあります。え、どういうこと。え、映画見ながら。映画館ですよ。あ、映画館ですか。映画館はポップコーンで。それはめっちゃオーソドックスなんや。ほんと、今日のゲストビアティンの皆さんでした。じゃあみんなで一緒にせーの、うー。